皆さん、いつもチャンネルご覧いただきありがとうございます。ゴルフコーチ井上紀博です。今回はですね、ではどうぞ。今回まずバックスイングにおいて3つちょっと勘違いしやすいあのポイントについて、まあ、お話ししたいと思います。まずバックスイングの時のそもそも体の使い方っていうのはあのどういう使い方になるのっていうお話なんですけど、まあ、皆さんのバックスイングのイメージだと体、まあ、肩を入れましょうっていう感覚になるといきなり肩が横に回るっていう感覚、まあ、これが勘違いしやすい一番大きなポイントになるんですけど、これだともちろん肩を入れるっていうイメージになれば横に回るっていうのはもちろんあの間違ったイメージではないんですが、横に回ると次体自体はまた真横に回って届かないっていう状態になっちゃいます。でそうするとこっから、まあ、リリースフリップさせる形でこうインパクトを迎えていかなきゃいけないので、状態が、基本的に上がった状態ですあの打ってしまう、スイングしてしまうっていう、まあ、要はエラーになりやすい、あの動きに、まあ、主になりやすいので、でそうではなくて基本的な話なんですが、肩は最初縦に動いてくる、でその後トップまでに対して横に体が回る、それでバックスイングを決めるっていうことがまず一つ勘違いしやすいポイントです。で、まあ、二つ目としては、まあ、さっきもご質問に出たんですけど、上げていくときに、まあ、僕らがそのまっすぐ引いてくださいっていう表現をするんですけど、どういう意味かというと、勘違いしやすい一つのポイントとしてはこの手元の、まあ、高さだったりとか、あと、棒、体と手元の距離感、まあ、皆さんのまっすぐっていうとクラブヘッドもちろんまっすぐなんですけど、クラブヘッドをまっすぐ引こうとすれば引こうとするほど体からこう手が離れていくっていう状態で、この状態だとどうしてももう体から手が離れている状態なので、まあ、指導からもう連動はしてなかったりとか、あと体の正面からこう意外と外れちゃったりするので、まあ、それはもういけませんよ。で、僕らが言いたいのは基本的には体とこの手元の距離はできるだけ変えない状態でバックスイングをしたいってなると、さっきの肩の動きもそうなんですけど、入ってくると手元の高さをあまり高くしたりとか、体からこう離すような動き、もしくは、体の後ろに手を入れるっていう動きをしないような形で手の高さをできるだけ変えないように、ちょっとこうテイクバックでよく僕は押すっていうんですけど、下に手元を押すような形でバックスイングしていくと、まあ、それでまっすぐクラブヘッドが引けてるっていう意味になるっていうことです。で3つ目がその上げた時のフェースの向き、まあ、これ結構重要で、例えばスプリットハンドって言ってこう手元離して構えた時にまっすぐ引いた時に、例えばこうシャットフェースって言ってフェースが真下に向いてしまうと、トップに上げた時にトーが結構上に向くんですよね。でこの状態でダウンスイングを入ると、基本的にはクラブっていうのはトーが重いので遠寄りから落ちてきてしまいます。でこの状態だと、まあ、ヘッドの軌道としてもアウトサイドインになっちゃったりとか、あとそのリリースが速くなる、要はフリップ状態でこうボールを打つことになってしまうので、これも、まあ、ボールが高くなっちゃったり、まあ、スライスになったり、いろんなミスになります。で逆にフェースをよく開くように上げないでくださいって言うんですけど、これに関しては逆に言うとバックスイングした時にトーが下に向きます。この状態になると、そうするとこのまんま来るとクラブヘッドが下から入ってきて、まあもう見ての通りフェースも開くので、これはもう下から入ってフックになったり、まあ最悪シャンクになるっていう、まあ、状態ですね。だから手を急激に返していかないと間に合わないっていう、まあ、これが一番やっぱ勘違いしやすい3つのポイントになるかなと思いますので、はい、ちょっとその辺を気をつけてやっていただければと思います。はい。